主要レジェンドから独断と偏見で性格診断してみた。今回はレイス戦の特徴を解説。レイス戦の特徴はネットでは生きる陽キャ、リアルは地位牛なところ。基本的にボイスチャットは吐息多めで、自分よりランクの低いエーペックス女子に対して俺がキャリーするよと臭い息を吹きかけ、画面越しにマーキングするのが得意技。また自分のランクを最終学歴か何かと勘違いし、 SNS のプロフィールに書いてアピールするのが生きがい。またプラチナ隊のレイスはオッケー、おい展開風はと意気込み、イキリ展開ポータルを使うが、その寿命は平均2秒。 Twitter に良さげなクリップをまとめて投稿するレイス戦をよく見るが、そのほとんどは何とも言えない絶妙に浅いオナニークリップばかり。 ALGS などの大会配信のコメント欄に現れるコメデターの9割はレイス戦による仕業というデータも出ている。レイス戦が試合で負けた時の口癖は、いやー俺が全部やんないと厳しいのか。結論、レイス戦は自分の実力を客観視できない自意識過剰なイキリ陰キャども。